皆さんこんばんは、MKです。レゴマリオ第2弾パート3やっていきましょう。今回も前回に引き続きワンワンの突撃進めていきたいと思います。前回で1番と2番が終わったので今回は3番からやっていくんですが、その前に一つお話があります。 MK のゲーム実況チャンネル、なんとこの度チャンネル登録者16万人を突破しました。いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そしてまだチャンネル登録していないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にこの動画でチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄に登録したよと書いていってください。そうすれば私個別で返信していきますので、そういえばまだ MK のゲーム実況チャンネル登録していなかったなという方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。よし、じゃあマリオの電源消しましょうか。そう、そこのあなたのためだけに今電源をつけておりました。そしたら今回は3番からなんですけど、その前に1番がちょっと間違っていたみたいなので、そちらの修正からやっていきましょう。いや、そう、コメント欄で教えてもらいました。いつもありがとうございます。どうやらイバラムシの後ろ、ここには緑色のパーツがつかないみたいですね。いや、よく気づきましたね。 MK さんもう流れでつけちゃってました。いや、細かいところまで見ていただいてありがとうございます。そしたら今度こそ3番やっていきましょう。3番はワンワンですね。3番はワンワンってちょっとダジャレみたいになっていますが、っていうかこれ袋でかすぎないか。この分しかパーツが入っていないんだったらもうちょっとちっちゃい袋でも良かったような気がするんですけど、まあ製造上の都合なんでしょうか。そしたらパーツ出していきましょう。そう、なくさないようにね。 MK さん、あのパーツジャラジャラっとこうやってやると、iPad の下とかに入り込んでなくしてしまうのがいつものパターンですので、それは気をつけていきましょう。そしたらこのちっちゃいのはこっち側に出しておきますよ。よし。そしたらまずはこれか？いや違うな。あー待って。下に入っちゃうんですよね、これ。そしたらこれか。まずはこちらのパーツを裏返して、ここの上におっとワンワンのパーツつけていきます。なんかこれ珍しいね、ほら。これ下がさ、デコボコのデコになってるんですよ。で、それをここにつけるというちょっと新しいパターンですね。はい、そしたらここに、バーコードをつけまして、今度はこうして、なんだ？待て。こうして、そのパーツどれ？あ、これか。これをつけていきます。どういうこと？なんか最終的にどうなるのか全然想像つかないんですけど、はい、こうしていきましょう。そしたら今度はここ、三角のパーツをつけていきます。待って、方向を間違えないようにしたいので、あれ嘘、裏側が見えない。なんでレゴさん、ちょっと方向どうなってんのこれ、どっち？まあいっか、後でちょっとゆっくり見ましょう。そしたらここに三角のパーツをつけまして、もう片方にも三角つけていきましょい。オッケー。そしたら今度はなんだ、一旦これは置いておいて、灰色のパーツ、はい、灰色のパーツの横に三角パーツをつけていきましょう。そのパーツどれ？え三角パーツが見当たらないんですけど、ん？待て。なんだそれ？そんなパーツないぞ。あ、これか。はい、これでした。これをつけていきます。オッケー。そしたら今度はさっきのやつにこうつけんのか。なるほど。何がしたいのかわかんないな。そしたら今度はこれ、二つのパーツですね。二つのパーツを一つここにつけまして、ここに三角パーツつけていきましょう。ワンワンの上の部分なんでしょうか、下の部分なんでしょうか。目がついてないところを見ると、まあ、下の部分っぽいな。でも下の部分にバーコードってつくんでしょうか、ちょっといまいちわかりません。そしたら今度はこれか、鎖を作っていくんでしょうか。ここ2つ穴に刺していきましょい。そう、久しぶりのレゴマリオなんですよね。だからちょっとね、感覚がまだつかめていないので若干最初はゆっくりになってしまうと思います。そこのところはご了承ください。そしたら、あ、鎖の付け根ですね。それをここにつけていきましょう。 OK。 あ、なんか鎖はちゃんと曲がるようになるみたいですね。そしたらなんだ、あ、なるほど。ここに蓋をするように、さっきと同じようなパーツつけていきましょう。そこには待て、一つのやつが必要ですね、これか。はい、これをここにあたたたつけまして、今度はこれ、8つのパーツつけていきましょう。なんか何のパーツって呼べばいいのかいまいちつかめてないよ、 MK さん。そしたら今度はこの上にこちら、なんだ、
上の部分と連結させるパーツなんでしょうか、濃い灰色のパーツつけていきましょう。なんかね、普通のブロックつけるだけじゃなくて、こういう棒とかさ、鎖とかこういうのも再現できるところがレゴのすごいところですよね。そしたらここ灰2つ、2つ1つのパーツをつけまして、今度はなんだそれ、真っ赤っか、ワンワンのベロの部分なんでしょうか。ベロって言わないか、下、ワンワンの下の部分だ、下の部分ベロか、ベロの部分だと思います。ベロなんて犬とかにしか、あ、これ犬か犬だったわ、じゃあベロでいいや。ワンワンのベロの次はワンワンの歯をつけていきましょう。結構これ凶暴だな、歯がすごいトゲトゲしいんですけど、まあ確かにね、ワンワンは本編でも結構凶暴なキャラクターではありますので、これくらいでもいいのかもしれません。ワンワンって結構さ、シリーズによって大きさ違いますよね。 MK さんがこの間まで実況していたスーパーマリオ64では結構でかかったと思いますけど、ニューマリとか普通の 2D マリオではなかなか小さめだったと思います。それを作るのか結構大変そうだぞ。そしたらまずはなんだ、最初だけ特殊なパーツみたいですけど、そのパーツどこにあるんでしょうか。あれ、なんだそのパーツが見当たらん。待て、下に入っちゃったかな。あたた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 ほら iPad の下にさ入り込んじゃうんですよ。そしたらこのパーツの、はい、ここ、ここに棒をつける。そしたら鎖ですね。鎖のようにこうやってつけていきましょう。そう、ワンワンはね、普段鎖につながれているので、マリオの方まではこう走ってこれないんですけど、鎖から外れてしまうと、こうなんだろう、とんでもないスピードで歩き回るんですよね。なんかワンワンってさ、犬なの？鉄球じゃない？なんか犬には見えなくないか。ワンワンっていう名前は完全に犬なんですけど、そのあたりの設定どうなってるんでしょうか。なんだろう、まあ凶暴な犬っていう設定ではあるんだろうな。でも鉄球じゃないかなんか鉄感がすごいよね。そしたら鎖をガンガンつけていきまして、どこまで行った？もう一個か、ラストつけていきましょう。はい、ここに棒を刺したら最後、最後これをつけまして、 OK、 ワンワンと連結いいね。うわ、なんか結構本格的じゃないこれ。ほらこの時点で結構ワンワンに見えてきました。そしたら、おーすごい、なんだこれ、キラキラ光ってる。そんなエフェクト今までなかったと思いますけど、なんかさ、完成図を最初に見せてくれるの、こうありがたいっちゃありがたいんだけど、なんだろう、ワクワク感はそがれるよねMK さんはどうやってこう完成するんだろうかっていうのを結構こう楽しみにしながら作っていくタイプでしたので、なんか最初に見せられると、ああそういう感じねって、こう分かりやすいけど分かっちゃうという、いやでも分かりやすい優先かなんかアップデートしたら結構仕様変わりましたよね。そしたらここに、つけまして、今度は赤、赤の部分で、ん？なんだ？合ってるか、なんかここだけつけてなかったから間違ってるのかなと思ったんですけど、ここなんだろう、ガチャッとはめないといけないので、ここの間が大事なんでしょう。そしたら今度は、歯じゃねえや、歯か、歯歯のイントネーションがね、葉っぱの歯なのか、口の歯なのかね、ちょっとイントネーションが難しいところではありますけど、ここにまたこれをつけまして、今度は歯をたくさんつけていきましょう。ああ、なんか一文字なのにイントネーションが違うってどういうこと？歯と歯、歯はなんか葉っぱだよね。でも歯は口の歯だよね。ん？口の歯だよね。もういいよ。どっちなんだよ。一文字でもイントネーションによって伝わり方が違うよという話でした。そしたら今度はここに口つけていきましょう。待て、気をつけろ。はい、OK よ。え、なんかすごくない？ワンワン、なんか口は閉じないぞこれ。口閉じないのが若干残念ですけど、まあでもね、この歯か、歯を立体的に見せるためにはしょうがなかったんでしょうね。はい、そしたらまたキラキラしました。何なんでしょうか。おっと、なんだ、え、まだ、もうワンワン完成したんですけど、そしたら今度はこのツルツルパーツをここにつけまして、この上にこの丸いパーツつけていきましょい。はい、そしたらここに棒を刺していく。なんだ、何を作ろうとしているのかいまいちわかりませんが、ああこれか、あ、ワンワンの杭ね。杭って灰色じゃない？普通灰色っていうか茶色じゃない？いつも。はい、そしたらここにブスッと刺します。終わり？え、これで終わり？これはどこにつくんでしょうか。それも いまいちわかっていないんですけど、まずはワンワンの遊び方見ていきましょう。
あ、裏がバーコードだから、ワンワンを裏返して、後ろの方から踏んでいく。今のは踏んだんでしょうか。あ、なるほど。普通だったら倒せないけど、スターの状態だったら倒せると。なるほどね。あー、ちょっと頭いいな。そしたら早速こちら遊んでいきましょう。よーし、じゃあ早速試してみましょう。ワンワンの裏側を踏むと、おっと、びっくりするだけか。やっぱりコインは手に入らないみたいですね。そしたら今度はスターの状態で行ってみましょう。どうなんでしょうか。おっと、結構な枚数今手に入ったんじゃないか。連続で踏んでもダメか。一回目だけみたいですね。いやでも結構これはコイン稼ぎに使えるんじゃないでしょうか。はい、そしたら今度は足場ですね。これは映像しかないんですけど、紫の足場だとなんかダメージを食らっているんでしょうか。水の足場に行けば回復するみたいです。紫の足場に長時間いるとどうなる。おっと、マグマと同じか。これでダメージを食らってしまうんでしょうか。食らっちゃった。なるほどね。振れば治るの。すごっ。ちょっとやってみようか。よーし、じゃあせっかくなので全部の足場を試していきましょうか。緑はもちろん大丈夫ですね。草原の判定です。はい、次は赤。赤はマグマですので、長時間いるとダメージを食らってしまいます。目の形がバッテンになりました。ダメですね。はい、次は黄色。黄色は砂ってだけなので大丈夫。はい、次は青。ここも水中なので大丈夫ですね。はい、次、今回追加された紫、どうなんでしょうか。これは毒沼だと思いますけど、ダメージ入っちゃうんじゃないでしょうか。どうでしょうか。入っちゃうよね。あ、目の形がちょっと違いますね。バッテンからクルクルになっていました。そして勢いよく振ればなんとか大丈夫と。ちょっとこれは変わった足場ですね。はい、そしたら今度は組み立てやっていきましょうと言っても、繋げるだけだと思いますけど、まずはどれを用意すればいいでしょうか。パーツは全部で4つあるんですけど、まずはこの木。木にこちらつけていきましょう。そのまま繋げちゃっていいんでしょうか。はい、オッケー。なんかこれを取りに行くステージなんでしょうね。そしたら今度はワンワンをここに、ああなるほど、ここに刺しとくのね。でこれをパンって押せばワンワンが勢いよく飛び上がって外れると。いや、そんなうまくいくかな。まあちょっと試してみますけど。そしたらここにイバラムシをつける。落ち着け、こっち側か。この右の方につけていきます。若干画面外になっちゃいますけど、はい、オッケー。これで全部つきました。完成か。完成。じゃあ遊び方見ていきましょう。遊び方まあ大体わかりますけどね。ワンワンをここでバンと踏んづけて、これをこう吹き飛ばしたらコインを取るということなんでしょう。はい、マリオで歩いていきまして、まずはイバラムシを踏んで、コインを稼いでいく。そしたらマリオでここドカンと踏む。どうだ。おお、すごい、外れた。そしたらコインを取って、おっと、なんだ、あ、連続で踏むと。なるほどね。いや、こういうのあると分かりやすいですよね。よーし、じゃあ早速こちらにゴールと、土管をつけて遊んでいきましょう。よーし、いきますよ。まずは土管に入って60秒カウントスタート。そしたらイバラムシ踏んでいきましょう。結構揺れるから踏みづらいですね。はい、連続で踏んで大量にコインをゲット。そしたら今度はワンワンをどかしていきましょう。なんとか奥のコインブロックまでたどり着きたいんですけど、思いっきり踏んでみましょうか。オッケー。結構これ思いっきりガンってやんないとワンワンどけませんね。そしたらここで大量にコインをゲットして、今回は何枚ぐらいいったんでしょうか。短いステージにしては結構取れたと思いますけど、はい、無事ゴールしました。今回のコイン枚数は、はい、どうでしょうか。23枚、結構取れたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。新しい敵と新しい足場、そして新しいブロックを体験できましたね。第2弾もまだまだ新しい要素があると思いますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。